はい、コンバインのねオイル交換やります。で、クボタの場合はね簡単でね、はい、これがマーカーですね。マーカーをちょっとね、手前の方に倒してこのままスーッて上げて、こうハンドルにねこのマーカーを引っ掛けるというと ここがエンジンルームに なります。で、エンジンルームのすぐ下ですね、オイルパンは、はい、よいしょ、前のクボタはね結構あの変なところについてたんですけどね、これは簡単でいいです。はい、一回しか使ってないんで ね汚れて ないよね、オイルも、はい、よいしょ、はい、でオイル、エンジンカバー、ヘッドカバーのところのねオイルの給油口の蓋を開けます。はい、これでね抜けるまでちょっと放置します。はい、オイルがね抜けましたので、今度は入れる準備をします。まずこれドレンボルトですね、ドレンボルトを戻します。こんなもんで大丈夫でしょう。はい、そうしましたらね、ヘッドカバーの給油口からね、1.8 だってかな、あ、1.4 だ、いや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 、ちょっとちょっと待って オイル除菌に入れたんですがちょっと入れすぎですね。また やるところだった。はい、ちょっと動画の方一回止めます。はい、入れる前に気がついて よかったですね1.4 と 1.8 を勘違いしてね 1.8 取ってしまいました。 1.4 なのでね、減らしました。いや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 、勘違いと気違いはどこにでもいるっておめえは両方だろうって言われちゃうからねよっかいしょ。あ、今度見えるかな。はい、給油口ここですね。で、ちょっと多めなんで、少し残します。気持ち残します。で、これは あとは微調整ですね。1.8 と 1.4 ではね、400cc 違っちゃいますからね、でかいよね。よしと、ちっと残そう。なんかね、虫がついちゃってんだな、体に。はい、ちょっと残しました。これで、体、この襟のところにね、なんか虫が張ってんですね、気持ち悪いね。よし。はい、じゃあこれでね、5分ぐらいエンジンを温めて、もう一度、オイル塗りをね、測ります。
よしと。よいしょ。これで、おっとっとっと。よいしょ。これで、もう取んないね。これでね、5分くらい放置しますので、動画の方一回止めます。はい、じゃあね、エンジンを止めて、オイルの量をね、点検したいと思います。あ、上限まで入ってますね。一応ね、オイルジョッキのメモリではもうちょっと入りそうな感じするんですけど、あまり当てに なりませんね、やっぱりね。はい、実際このレベルゲージで調べるのがね、一番間違いないと思うんで。はい、じゃあこれでね、タグ域のオイル交換終了です。あと、苗の世代のね、水平の送りのレールに給油するだけなんで、それはもう来年の春先にします。もう今年はこれで終了、納車しちゃいます。倉庫の方にね、入れて、これで終了になります。お付き合いありがとうございました。